今日は今までごちゃごちゃしてたのでうさちゃん用のグッズを仕分けしてみました。まずゲージの下に敷くペットシーツ、これはうさちゃんのゲージとサークルの間にあるこの隙間にぴったりだったのでここに置くことにしました。ぴったりで近すぎて噛まないようにここだけちょっとカットしました。でこちらはお掃除グッズを集めてみました。まずうさちゃん用のヒノキや三角トイレシーツ、これを入れて、あとはこういうマットを敷いてるんですけど、マットにおしっことかをしちゃった時にこういう除菌のアルコールスプレーで、アルコールスプレーをこのキッチンペーパーにシュシュッとかけてその場ですぐ拭けるようにしてます。でお掃除の時に使い切りでたっぷり使える透明タイプっていうのがダイソーで100枚入りで売ってたんで、すごいこれは重宝してます。で、あとはうさちゃんの爪切りと、あとはスイッカーブラシをここに入れてみました。あとはティッシュを一つにまとめてみました。だいぶすっきりしました。うちのティンクはちょっと病気が見つかったのと、元からお迎えした時に体重がすごく少なくって背骨が結構出ているぐらい痩せてる子やったんで、来た時から体重を測定してます。なので、こういうピンクの体重っていう風に書いたり、ちょっと異変が起きた時の様子とかを書いたりしてます。これも後でノートに改めて書き換えようかなと思ってます。でそれをすぐ書けるように同じところに置こうかなと思いました。でその上に体重計、であとはお薬のだけ取れるようにスッと出せるように一応違う箱に入れて、でまあ全部体重とお薬するときにできるようにっていう風に大きい箱の中に小さい箱を入れてみました。であとはお薬ですね。こっちの液体の方が1日2回で、お薬粉薬の方が1日1回まだ飲まないといけないんですけど、この中に、2種類のお薬を入れてもらっています。ステロイドがちょびっと先週よりは減りました。このまま減っていってくれたらいいんですけど、で、あとはこういった注射器でご飯が食べないとき用はこの大きなやつで、あとはこういった注射器で直接お口に流し込めるようなやつも病院でいただいたので、これをここに置いています。次はピンクの一番大好きなご飯類ですね。ピンクは結構
偏食というか、最初キューブとしもしと葉っぱがミックスしてるやつをどれが好きかわからなかったんで、それを買ったんですけども、それやと全然食べてくれなかったんで、仕分けをして、キューブはキューブ、葉っぱは葉っぱ、チムシはチムシってやってみたところ、葉っぱは食べるっていうことで、葉っぱだけ、葉っぱだけ最近は頼んで、アルファリーフっていうのを主な主食で食べてます。で、その以前買ったやつの残りの茎の部分はジップロックに入れて、たまに食べそうかなっていう時に少しずつあげています。で、ティングが大好きな甘えん坊、あとは最近歯がちょっと生え始めたのか、少しずつキューブも食べてくれるようになってきたんで、キューブの方も買ってみました。めっちゃ消費するのは少ないんですけど、一応ここに入れてます。で、あとお薬を口から直接注入する場合もあるんですけど、調子がいい時とかだと、こういうゼリーに混ぜると嫌な思いせずお薬も取ってくれるっていうので、このグルメゼリーっていうのも重宝してます。本来は毛玉ケアみたいですけど、これをあげてます。で、最初本当にキューブを食べなかったんで、キューブを砕いて、で、少し硬い部分を残しつつなら食べてくれていたので、そのちょこちょこ手渡しでこう手に乗せて食べてもらうように小分けしてます。で、あとは体重が少ないので、こういうペットミルク、ワンラックペットミルクっていうのを1日に、上限が決まってるんですけど、上限が小動物で各種類の書いてますね。うさぎちゃんだと4杯分いけるっていうことなので、その目安、いっぱいいっぱいちょこちょこと飲んでもらってます。これがその専用のスプーンになります。で、あとはさっきあったアルファリーフ、実はこんなにいっぱい入ってたんですけど、もうこんなちょびっとしかありません。で、ストックのアルファリーフ、ここはストック用ですね。ジムシもまだこんなにあるので2つに分けて、こっちは密閉して、で、ゼリーも1個というか1袋ストックで用意してます。で、あんまりチムシも長いと食べないので、普通のハサミでちょっと食べやすい大きさにカットしてあげると、うちの子の場合は食べるので、ハサミもここにすぐできるように入れてます。こんな感じで仕分けできたので、だいぶスッキリしたかなと思います。これでだいぶ使いやすくなったかなと思います。こんな感じでボックスに用途に合わせて仕分けしてみました。